まずは手前が。秀吉様の偉業を汚す愚者どもがこの約束の地で醜く切り刻んでやる。大谷殿、武田との一時休戦の儀、誠に誠でござろうな。この戦にて武士が存分に働けばの話よ。大志の渦巻く戦だ。そこに立てる喜び、いざ国強兵。我らこそがこの日の本の礎なのだ。玉のごとくにも砕けてみせよ。これも義のため、三成のため。立ち向かうという忠義、素晴らしきものです。私は共に戦う両手が故に貴様らなど敵ではない。まずは小手調べよ。我も一つ博打と洒落込む。春はこやつよ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。このまま豊臣軍の天下ってわけにはいかないか。へへ、いい筋の読みだね、ギョンさん。こいつわしのこと絶対舐めてるわね。締めていいよね。あんた今ものすげえこと言わなかった？新手か。どういうことは思えるあの動き。ご油断召されるな。そうですか。いっそ私以上の戦果を上げてみせろ。入信なさい。そうさせなく私のコース。所詮は全部つわものどもの遊びってことだよ。この戦我らに義はあるのか。私の研究によると、ザビー教に入信するとひげが濃くなる。あれ、俺の出番もう終わり？いや、そうよな。次なるは死の霧謎を見舞おうてやろう。大谷殿、それは使わぬと申されたはず。注ぐ不幸よ。さて真田、我との契り守ってもらおう。うん、大谷殿、承知、捕まった。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田に真田あるや。いざ日の本にこの雪村あるや。力が抜けます。毒の元を破壊せれば軍は壊滅です。と薬状なれば致し方なし。立ち止まる。この命は受けておりません。その程度で忠義を追うのか。ふざけるな。主のためには命もいらぬか。健全よな。ウアンとサワンがあるならば我らこそが無数の指よ。もはや貴様の命一つでは飽き足らない。なんでこの方を足利の主力に起用しないんだろう。橘殿、ぜひ真剣勝負してお手合わせ願ったきよし。手前に異存はござりませぬゆえ、いざ。こういうノリ素直に嬉しいな。はや分け目か。
このほころび我が作ろうでやる。おお、来たか。主も見やれ、天涯に咲くスミレ色の星を。我はな、何のさらに険しき戦の途で乗り越えてきた。今日色めずにはいられない。ああ、肩こりだ。ザビーランドへ来ていただけませんか。楽しいです。多分聖剣の立花はここに。どなたでもお相手いたしましょう。親方様、申し訳ございませぬ。それがしの雄たけびにて震えたて。ぬるぅ、主らには太閤への恩義もあろうや。帝にへつらい続けることが誠の義の道と言えようや。そのご指摘には誠恐れ入るばかり。ですが、主の決断に従うこともまた一つの義なのです。ありがとう。秀吉様の強兵がいとのことごとく。慌てるな。つぶさに戦況を報告せよ。我が本当に求めたのは、もはや立て直せませぬ。この俺、秀吉様の尊き軍を、よくも兵は下がる。やつは私が冥府へと送りつける。貴様、これよりの暴虐私が許可しない。全てを捨てて前進する。秀吉様のように。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。ひるむな。今日の戦もみんな一緒だ。今日の光をあまねく日の元に。彼ら一人一人に私の涙が宿ると知れ。最後の一つともなれば資産価値が跳ね上がるのです。ありがとう。さあ、おとなしく金目のものをよこすのです。倒れる前に入信届に反抗を。ボインデモカです。ありがとう。
すでに許可はいただいている。英語に使え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず消滅しろ。私に詫びろ、秀吉様の兵に詫びろ、秀吉様に死んで詫びろ。ここ歯がゆさ、甘んじて受けるものか。歯向かうならば斬る、背を向けるならば解体する。時よ、さかのぼれ。もう一度木漏れ日のようなあの日々に。守れるものならば大臣と。おお、たとえ道家とそしられようと、手前の在処はすでに定まっているのです。でも総林様には伝わんないんだろうな。もう